皆さん、侍革命にようこそ。本チャンネルは日本文化再興を目的とした放送番組です。第3章心33。心は動揺しざわめき、守りがたく制しがたい。英知ある人はこれを直くする。弓矢職人が矢柄を直くするように。34。水の中の住処から引き出されて、丘の上に投げ捨てられた魚のように、この心は悪魔の支配から逃れようとしてもがき回る。35。心は捉えがたく、軽々とざわめき、欲するがままに赴く。その心を治めることは良いことである。心を治めたならば安楽をもたらす。36。心は極めて身がたく、極めて微妙であり、欲するがままに赴く。英知ある人は心を守れかし、心を守ったならば安楽をもたらす。37。心は遠くに行き、一人動き、携帯なく胸の奥の洞窟に潜んでいる。この心を制する人々は死の束縛から逃れるであろう。38。心が安住することなく、正しい真理を知らず、信念が汚されたならば、悟りの地は待ったからず。39。心が煩悩に汚されることなく、思いが乱れることなく、善悪の計らいを捨てて、目覚めている人には何も恐れることはない。40。この体は水亀のように脆いものだと知って、この心を城郭のように堅固に安立して、知恵の武器を持って悪魔と戦い、勝ち得たものを守れ、しかもそれに執着することなく。41。ああ、この身は間もなく地上に横たわるであろう。意識を失い、無用の木切れのように投げ捨てられて。42。憎む人が憎む人に対し、恨む人が恨む人に対して、どのようなことをしようとも、横島なことを目指している心はそれよりもひどいことをする。43。母も父もその他親族がしてくれるよりも、さらに優れたことを正しく向けられた心がしてくれる。ではまた会う日まで、また会える日まで、さようなら。チャンネル登録よろしくお願いします。